ンバテです。今日はですね、ちょっとベンツに最近異音が出始めたので、代理店に持って行って原因を確かめていきます。それでは、レッツゴーです。というわけでですね、今の聞いても分かる通りですね、音がなくなりました。これはね、メカニックの方に油をさせてもらったんですけど、どうもエンジンから力をですね、他の部分に伝達する一番重要なゴムベルトが劣化してるみたいなので、もう 2,3 日後に交換したいと思います。交換代金は 14,000円ぐらいで、他にもね、ベアリングとかパワーなんとかっていうところの劣化があるらしいんですけど、異音の直接の原因はそのゴムベルトらしいんで、とりあえずゴムベルトだけ交換したいと思います。皆さん、車のメンテナンスは定期的に行いましょう。バンバテッペでした。